シロゴドットコムの富田です。今回は手羽元で手軽に作るローストチキンの作り方を紹介したいと思います。味付けのね調味料は醤油と酒だけです。あの仕上がりはね醤油の香ばしい風味が美味しくて和でも洋でも真意を選ばず活躍してくれる一品だと思います。動画の中でちょっとねカレー味にこうアレンジする作り方も紹介していますので合わせてぜひチェックしてみてください。 ローストチキンの材料これで全てです鶏のね手羽元8から10本ぐらいですあと味付けの醤油と酒と風味付けにね生姜をすりおろして加えていきますもしねカレー味にアレンジしたい場合は、えー、生姜の代わりにねカレー粉を下味をつける時に入れていきます手羽元は特にね切り込みを入れなくていいのでこのように ボウルにね、すべて入れてください。ここにね、下地をつけていきます。手羽元と八から十本に対して、えー、醤油が大さじ三、酒が大さじ一です。ここにね、えっ、ー、とさらにね、ちょっと風味付けをするために、えー、すりおろした生姜ウガを、えー、これね、五グラムぐらいなんですけど、す、え、べ、ー、て加えて。 いきますでこれをよく混ぜ合わせて下味をつける時間は45分から1時間なんですけどあの途中ね34回ぐらいこのようにね上下を返したりちょっと混ぜたりしてつかり具合をね均一に してくださいカレー味にアレンジする場合は先ほどと同じように醤油と酒を加えた後に生姜の代わりにカレー粉小さじ2を加えていきます。 同じように、よく混ぜて味をなじませてください。漬け込みが終わった手羽元は汁気をね切って天板にね広げ並べてください。 好みであのクッキングシートを敷いてその上に広げてもいいと思います。